C-17 に装備されたダイル CM 試行性赤外線対抗装置は赤外線誘導ミサイルから航空機を防御する装置の一つ。レオナルド SPA、エルビットシステムズ、ノースロップグラマン、ITT、およびベイシステムズによって開発されたもので、高波妨害技術を利用して航空機を一般的な戦場の脅威から保護するために、 設計された小型軽量なシステムであり、従来の赤外線対抗装置よりも高度な対抗装置となる。また、ダイル CM とは、つ57に採用されている 101KS。大赤外線対抗装置同様、赤外線を探知追跡し、その赤外線に対して直接レーザーを照射する赤外線対抗装置の総称としてとしても使用される。 メーカーにより多少異なるが、複数の赤外線、紫外線探知センサー、高フレームレートのサーマルカメラ、俊敏なミラーターレットないし光の照射部を主に使用して構成される。システム初期には照射部の光源にガスワークランプが用いられていたが、近年はレーザーが採用されている。ミサイル発射をセンサーで探知して脅威判断を行い、 脅威と判断されたミサイルは追跡し、照射部からミサイルシーカーに向けレーザーを照射することで、減惑させて、目標を見失わせると同時に、特別な波長によりミサイル誘導システムにコースを逸脱していると判断させることで誤った、コース修正を行わせる。これによりミサイルは命中コースから外れ、脅威とはならなくなる仕組みである。この全ての工程は2から5秒程度で、 自動的に行われるため乗員側で対応する必要は一切なく18000フィート以上に達すると MANPADS の射程外となるため装置は自動的に停止する仕組みであり複数の目標に対しても作動する。ア案、奥 -24 ネメシスも同様に指向性赤外線妨害システムである。1999年アメリカ特殊作戦軍によるプログラムの 最優先課題内の一つとして、ノースロップグラマンと契約したことで開発が始まり、アメリカ空軍特殊作戦コマンドで運用されている AC-130 ガンシップや MC-130 コンバットタロンに装備されている。このシステムは、ミサイル警報装置、統合ユニット、プロセッサー、小型レーザー送信アセンブリで構成される。初期の商社部は、 アークランプを使用して、妨害信号を生成していたが、ノースロップグラマンが生産している新しいバージョンでは、ダイオードポンプソリッドステートレーザーを採用した、レーザースロートに変更されている。完全自立式のミサイル35種によって、テストが行われ、成功したことで製品化されており、アメリカ・イギリス領軍での攻撃ヘリコプターや、輸送ヘリコプター、 オランダ軍の一部戦闘ヘリコプターに採用されている。ほか、アメリカ海兵隊で運用されている、大統領専用ヘリコプターマリーンワンである、VH-60N、VH-92 にも採用されている。大型航空機赤外線対抗システムは、アン o k 2 4 n e m e c を使用した、大型航空機向けのシステムである。アメリカ空軍との36億ドルの契約が、 締結されており、2025年まで順次装備されていく予定である。レアクムライトもあり、これはレアクムシステムの可用性が限られているため、レーザージャマーとフレアの組み合わせによる C-17 向けのシステムとなっている。案、奥 -24 は国防安全保障協力局による議会への必要書類の提出が行われ、 国務省の対外優勝軍事援助の承認を受けたことで、カナダ軍の CH-47 用、アラブ首長国連邦の C-17 用、カタール政府専用機747の800用、オマーン政府専用機の B747 から400及び B747 から800用、オーストラリア国防軍の C-130 税用、ニュージーランド軍の P-8 用、 インド政府専用機ボーイング777用、ノルウェー軍の P-8 用、日本航空自衛隊の KC-46、A 用、など保守整備補給機関の C-130 用、など各国に対し供与が行われている。防衛省技術研究本部が開発していた、指向性赤外線妨害装置システムである。国際平和維持活動等の海外派遣任務の、 増加が想定される状況の中、蛍光型地対空ミサイルの脅威から輸送機等の大型機を守るため、研究の開始が決定された。2004年から2008年まで研究施策が実施され、並行して2005年から2011年まで諸内試験を実施し、研究は完了した。開発総経費は約74億円で、装置の製造は東芝が担当した。 C-1FTB に装置を搭載して試験が行われたほか CH-47JJA の搭載試験が行われた模様である。発射されたミサイルの赤外線シーカーに向けて妨害レーザー光を照射しミサイルの追跡を妨害するという基本的な構成は諸外国のものと変わらないが本システムはミサイルシーカーの種類を識別し その種類に応じた妨害が可能であるなど、より多機能なものとなっている。研究開発自体は完了したが、2020年の時点で装備化話されていない。ありがとうございます。